ザ・ピーナッツ、ザ・ピーナッツ、ザ・ピーナッツは、日本の双子の元女性歌手、デュオ、女優である。愛知県北郡常波町、現、常波市生まれ、同県名古屋市育ち、略称、ピーナッツ。発売した、シングル、LP の累計売り上げは1000万枚以上に達する。愛知県北郡常波町、現、常波市生まれ、ただしすぐに転居し、子供学生時代は、 同県名古屋市で過ごす。愛知県名古屋市立、清涼商業高等学校、現、名古屋市立清涼高等学校2年生の時に、中途退学後、主に名古屋市内などで、伊藤シスターズ名義で歌っていたが、1958年に、同市内のレストランにて、渡辺プロダクション社長の渡辺進にスカウトされ、上京。同社長宅に下宿しつつ、 宮川康氏に指示し、歌唱レッスンを受ける。1959年2月11日、第2回日劇コーラスパレードで歌手デビュー。4月、かわいい花でレコードデビュー。事務所はデビューより引退まで16年間一貫して、渡辺プロダクションに所属。レコード会社は各社の争奪戦となり。 ビクターレコードと契約寸前まで達したが逆転され1959年4月2日にキングレコードと契約した。1959年6月17日から1970年3月31日までフジテレビ系の歌謡番組ザ・ヒットパレードのレギュラーに抜擢される。その後1六十一年六月四日から1七十二年十月一日まで 日本テレビ系の人気バラエティ番組、シャボン玉ホリデーでメイン司会を務めた。夜のヒットスタジオには1969年、昭和44年1月13日に初出演。曲は、ガラスの城して、以来、約6年間の間に40回にわたり出演。まだ、歌謡バラエティの色が強かった夜ヒットにおける、常連歌手の一組であり、シャボン玉ホリデーでの経験から、 当時の人気コーナー、火曜ドラマにも率先して参加した。引退前最後の出演となった1975年、昭和50年3月31日放送では、番組史上初のさよなら企画が組まれ、花はじめ、坂本住子、伊藤ゆかり、中尾美恵、小間取姉妹ら歌手、タレント仲間が数多く駆けつけ、情熱の花や、心の窓に灯しとうを、など、 局を熱唱した。日本国外でも活躍し、エドサリバン賞、アメリカや、カテリーナ・バレンテ賞、当時の西ドイツ、現、ドイツ、ダニー・ケイ賞、アメリカにも出演したとがある。また女優活動も少ないながらも行っており、映画などにも数作出演。中でも、モスラでの、小美人役は、現在も、なお人気が根強くある。 和製ポップスを海外公演などによって世界に広めた功績は大きく、特に当時の東西領ドイツやイタリアでは、日本の歌手といえば、即座にザ・ピーナッツと連想されるほどの活躍ぶりも高く、評された。1975年2月18日に当時、東京都千代田区有楽町の三新ビルジングにあった、渡辺プロダクション社屋にて、記者会見を開き、現役を引退することを、 表明、1972年頃より引退を検討していたした。同年3月31日には番組開始時より数多く出演をした夜のヒットスタジオ、フジテレビ経営にて引退記念特集、さよならピーナッツが組まれ、続く4月5日には NHK ホールにおいて高橋慶造司会でさよなら公演を興行。この時、 渡辺プロの主要タレントがほぼ総出で見届けていた。なお、このさようなら公演は3月から4月にかけて、大阪、京都、名古屋でも行われていた。同公演を最後に、芸能界を引退。以後はほぼ公の場には姿を現すことはなかった。姉の伊藤恵美は1975年6月4日に、同じ所属事務所であった元、ザ・タイガースの沢田賢治と結婚し、 花はじめたくの隣に今日構えていた。その後一男を出産するが、1987年1月に離婚した。日本放送、ジョルフで、1961年、昭和36年から1965年、昭和40年にかけて、その名も、ザ・ピーナッツというタイトルで、伊藤姉妹が DJ を務めていたラジオ番組の音源、放送日のデータは、 不明が発見されたのをきっかけに番組中で歌唱した曲、未発表曲10曲を含むを集めてコンパクトディスク化したアルバムをキングレコードが2008年平成20年11月26日に発売し2005年12月23日より2006年1月15日まで東京都千代田区にあるマルビルで渡辺プロダクション創立50周年企画 抱えきれない夢日本のエンターテインメントの50年が開催され、会場内のザ・ピーナッツコーナーの展示品に、さよなら公演で使用されたマイクが、伊藤恵美由美の提供により展示されていた。2012年6月15日、姉、伊藤恵美が死去。およそ4年後の2016年5月18日には、妹、伊藤恵美が死去した。2016年9月7日、 生誕75周年を記念して森高千里、と原智美、メンバーに吉田美和を要するユニットファンクザ・ピーナッツら全12組が参加した自身初となるトリビュートアルバムザ・ピーナッツ・トリビュート・ソングスとオリジナル音源を収録したコンピレーションアルバムザ・ピーナッツ・オリジナル・ソングスの2枚が同時リリースされた。グループ名は元日本テレビの敏腕プロデューサー。 伊原ラ・タカタだが、グループ名、二人の芸名ともに名付けた。伊原は後に、トンネルズの芸名も名付けている。また、個人の芸名を付けたのは、渡辺進である。ほくろのある方が、姉の伊藤恵美、ない方が、妹の伊藤由美、最初期は、妹の由美もマジックでつけほくろをしてた。姉の恵美は本人によればおっちょこちょい、妹の悠美によれば優しいが短期で周りによると、 ドジギミ。妹のユミは姉のエミによると冷静で素直。ハーモニーが姉の伊藤エミ、メロディーが妹の伊藤ユミで歌うのが通常のパターンである。また、2003年の映画ゴジラモスラメカゴジラ東京 SOS でもライブフィルムでワンカット出演している。NHK のみんなの歌で歌った楽曲を記述、コマーシャルソングの一部を記述。 など、民謡関連の一部の曲目を記述。など、ザピーナッツ担当のマネージャーは、基本的に幹部候補生を数名抜擢した。これらの担当者は、後年、渡辺プロで、あるいは独立し、それぞれが芸能界で体制している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。